明けましておめでとうございます。10年中は大変お世話になりました。2022年もどうぞよろしくお願いいたします。新年の三が日といえば、自宅や親族のお家でのんびりされている方も多いのではないでしょうか。お正月に家族や親戚と楽しまれるボードゲームといえば、どんなものが定番でしょうか。皆さんもご存知の日本古来のお正月ボードゲームを改めていくつか紹介していきます。百人一首は平安鎌倉時代の秋華賛が元になったものです。カルトとして主に遊ばれています。読み札と取り札で分かれ、取り札は床の上に散らして並べておきます。読み手が読んだ読み札に対応する下の句が書かれた取り札を誰よりも早く取る遊びです。民衆の間に広まったのは江戸時代の頃で、徐々にお正月の定番の遊びとしても定着していったようです。百人一首以外のカルタ全般も主にお正月を中心に遊ばれることが多いようです。平安時代の海王位が元にあったようで、その後ポルトガルから伝来した南蛮カルタと混ざり合っていき、現在のような形へと変遷していったという歴史があります。いろはカルタが最も有名ですが、各地方で特色ある郷土カルタが作られていたり、最近では国旗や動物などをテーマにした特徴あるカルタが作られていたりします。どちらもお正月に遊ぶカードゲームと聞くとパッと浮かびそうなものですよね。普段遊ぶ機会があまりないと思いますので、この機会にでもぜひ遊んでみてくださいね。2022年は次のことを目標としたいと思っています。 1. ボードゲーム動画をもう少し作る。2021年は配信が多くあまり動画を作れなかったので、2022年はデジタル環境のボードゲームを紹介する動画をもう少し多めに作りたいです。 2. 視聴者参加型配信をできるようにする。ボードゲームアリーナ配信などでの視聴者参加型配信をするようにします。動画配信を見ていただいている方に還元していく方法の一つとして考えています。 3. 生き延びる。2022年も生き延びます。配信頻度とか活動そのものの充実度を落とさずにいたいですね。頑張る。改めまして、2022年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんにとっても新年が良い一年になりますように。